信長の死後、空白となった武田領をめぐり東国は混乱する。これを勢力拡大の好機と見て取った徳川家康は北条家と呼応して真田家の居城上田城に攻め寄せた。真田は前田慶次をはじめとした腕利きの兵を集め徳川に抵抗する。一方、徳川に加勢する北条の援軍の中には貝姫の姿があった。何者にも離れがたいものがある。北条を抜けた見ながら風魔は再び北条勢として戦場に入る。子犬の世話を継いで雲と戯れようか。第4話上田城の戦い、これも座教よ。かつての武田軍に苦しめられた徳川、今は大衆年数も戦況も我らの家さ、皆の者勝利は誓うぞ。徳川家康、どこにするも、さて頃合いあるよし、矢を放て、お迎えて、自分から矢の雨と。それでは攻められぬ。真田の戦、どれほどのものか見てやる。戦の舞台を城下まで引かせよ。城下に火を放て、敵の大砲を断つのじゃ。さあ
これが真田の戦か。あたら兵を失い、黙って見ておれんの援護に出ぬ。進め！主の敵は影が滅す。徳川の文化、技量に見てみろ。親方様、見ててください。私大きくなります。あんたも見てて、私が間違わないように。似たような話昔あったな。どうしてその程度で飼い主を守れない。まだ時期よ。もしよく喋る犬沢のことまだと聞き、ここで果てるわけにはまいらぬ。落ちる。そなたが影を操る徳川の手に光などありません。そう、その通りだ。軍心を失い、増えすぎるこの程度か。開門！雪村様に、あの子の世も迷っているのではあるまい。迷うがいい。迷わずに秩序にする。愚の骨頂。その先どうする？その先も同じだよ。私は雪を守り続ける。弱い人が必要とされなくなった。
私は雪村様が幸せならそれでいいんだ。開門。そろそろ終わらせるとしよう。我が当主の槍を折らつけたりはすると心得よ。仕事に行くなら早めと挑戦していけろ。妹なる当主、我が武を持って答えようぞ。船は遠くに出てくるため近くの笑顔を消す。報われ救われよう。それが海の戦い。それでいい。影にふさわしき役目だ。わしは負けぬ。負けられぬ。太平の世を気づくまで。被爆者を踏み出ました。太平の世を築く。見事な舞踊。これより七に入る。槍一筋の者と太平の日を無用に。太平を見この槍を置く。そこそのまま儚くも沈む。神様を貫いて燃え尽きるならば悔いなどない。助け立ち片付けろ。お見事。こうなる。
天にも無駄に来る。なぜそんなに魂揺さぶる戦人どもがいたんだね。そんな気まぐれ世に秩序を信じる。構わねえか。これまで歌舞伎とつなげな。我は混沌の風、船は天に無法の雲、秩序の中の居場所は数と金が支配する世。だからこそあんたには生きててほしいのさ。進め。ようここまで来た。相手になろう。壊し尽くしてやぞ。混沌の風はまだ止まない。このまま